三浦隆は埼玉県出身の元プロ野球選手。浦和学院校では3年生の時に春夏連続で甲子園出場を果たす。バッテリーを組んだ小川正俊、石井義人は同期。その後東洋大学へ進学、1年春から投げて、東都大学一部リーグ通算46試合登板、13勝19敗、防御率2.47、218奪三振。 4年で首相を務め、2000年周期のリーグは7勝2敗で、最高主君選手、最優秀投手、ベストナインを受賞し、優勝に貢献。大学時代から、打撃も良く、当と大学野球リーグは、指名打者制でありながら、投手で打順に入ったり、当板しない際も、打者での出場があった。2000年度ドラフト会議で、読売ジャイアンツから3位指名を受け、入団。 2001年、安倍晋之助と同い年、同期入団で開幕一軍に加わり、バッテリーを組んだ。1年目から中継ぎ投手として、時速140キロメートル台後半の直球と、スライダー、カーブ、フォークを武器に活躍。プロ初勝利を含む3勝を記録し、49試合に登板して、防御率3.41の成績だった。2002年シーズン、 尾形光一に与えた、頭部支給をきっかけに、イップスに陥り、相手打者のインコースへ投げられなくなったと言われており、以降は、登板機会がなくなってしまった。この年新規定になって、初めての危険級退場者であった。同年の日本シリーズは、出場機会なしに終わる。当時の原達則監督に、身体能力と野球センスを変われ2003年シーズンから野手へ転向。 当時の原は、投手なら5000万円止まりだが野手なら2億円稼げる、素質があると評した。東急イップスは、野手転向に至った発端ではあるが、野手転向当時の月間ジャイアンツの三浦本人の談話によると、イップスを見かねて仕方なく野手転向させたというよりも、ルーキーイヤーから外野手転向を原に熱心に、勧誘されていたそうである。イップスについては、後にインタビューで否定している。 初年度は連携の少ない三塁手を守り、終盤に一軍に昇格。2003年9月15日の中日戦において、平井選手から野手転候後初安打となるプロ初本塁打を放った。2005年シーズン、二軍で打率。256.10本塁打、47打点、超打率。507をマーク、守備力にも評価を得る。2006年も打率。 288.5本類打6盗類、2007年打率。241.6本類打6盗類と2軍で主力選手として活躍するものの、1軍ではなかなかチャンスを活かせず、2007年シーズン終了後に戦力外通告を受ける。12球団合同トライアウトに2回とも参加したが1ヶ月が、経過しても獲得のオファーはなく、一時期は引退を決意していた。 12月28日に、福地久木がヤクルトへ移籍となり、外野手の補強を必要としていた西部が獲得することが報じられ、年が明けた1月10日に埼玉西部ライオンズと正式契約を結び、同日入団会見を行った。2008年は2軍で主力選手として82試合に出場し、リーグ2位の本塁が、本塁打部門と三塁打部門で、 チームトップを記録するなど力を発揮。一軍試合出場は7試合に止まったが、移籍後初かつこの年唯一のスタメン出場となった9月13日の大落点戦では4打数に安打1打点と活躍を見せた。登録は外野手であるが、チーム事情から2軍では外野以外に1塁と3塁を守り、一軍昇格後も1塁一守としての出場がほとんどであった。 2009年は、水田圭介がトレードされたこともあり、2軍の内野手が足りなくなってしまったので主に2塁と3塁を守った。シーズン終盤、中村豪也が怪我をしたため1軍に昇格、主に3塁を守った。中村復帰後も1軍に残ったが、左投手先発時もそれほど打てず、左投手が先発の時も起用されなくなってしまった。最終戦にスタメン出場し、 あんだも放ったが、翌日の10月8日に戦力外通告を受けた。シーズン終了後、12球団合同トライアウトに参加するも、獲得する球団は現れず、現役を引退。現役引退の挨拶のために、母校の浦和学院高等学校を訪問した際、森氏監督の教職とって打ち来るかという言葉をきっかけに指導者になる決心をする。その後、 運送会社で働きながら東洋大学に2年間通学し、2012年3月に教員免許を取得。2012年4月から浦和学院高校で教員として勤務している。これまで元プロ野球選手が高校野球の指導者になるには2年以上の教員経験が必要だったが、研修を受講することなどを条件にこの規則が撤廃された。 この規則緩和により2013年7月29日に学生野球資格回復が承認されたため2013年7月30日から浦和学院高校野球部でコーチをしている石川県と共に規則緩和の新制度適用第1号となった過去3回出場2002年総合8位2004年総合ナンバーワン2005年総合3位モンスターボックスでは プロスポーツマン記録20段を超え、テールインポッシブルでは過去3回全てナンバーワンになっている。ユニフォームの色は2002年はグレー、2004年は黒黄色。ありがとうございます。